フラガラフ派は、日本の競争馬。馬名の由来は、ケルト神話に登場する同盟の剣、フラガラフ派。法人馬主、キャロットクラブの出資馬であり、募集価格は一口4.5万円、四百口の1800万円。デビューは2009年12月の新馬戦。年明け1月の未勝利戦にて初勝利を挙げる。その後、形成敗。 アーリントンカップと重症競争に出走し、入着を確保。3月の中山の自己条件の平場戦にて2勝目を記録するも骨折により休養。秋に復帰し、条件戦を連勝、オープンに昇格となるが、再度骨折に見舞われるなど、不運続きの3歳シーズンとなる。東京新聞杯から指導するも11着敗退。これを含め春シーズンに、 重症競争に4度出走したが、未勝利、5月の k 王杯スプリングカップ14着後に放牧休養となり、高級によるローテーションの立て直しが図られる。復帰戦となった、ドートンボリステークスを勝ち、再び、オープンクラスに復帰。オープン復帰初戦となった、スワンステークスは10着に終わったが、次、指導戦としていたマイラーズカップを除外され、3歳以来と、 ナルダートレースにて復帰。2層目となった、ヨナゴステークスでは、元級での実績の無差が嫌われ11番人気と評価を落としていたが、最後方からの追い込みを決め優勝。また2着3着に18.11番人気の馬が入ったため、同レースの3連単1272万7500円は、阪神競馬場での最高配当金額となった。続く、 中京記念でも直線一気の差し切り勝ちで優勝。前走から騎場を務めた高倉良騎手ともども初の重賞タイトルを獲得している。この結果を受け、サマーマイルシリーズへの参戦も一旦は検討されたが、秋に備え休養。10月の富士ステークスから復帰したものの14着に、ボンソその後も、マイルチャンピオンシップ17着。 阪神カップ11着と奔走し、結果を出せずにシーズンを終えた。2013年中京記念阪急杯から始動するが8着に終わる。これを含め春シーズンは3戦未勝利に終わったが、4戦目の中京記念で前年と同じように直線一気の差し切り勝ちで連覇を達成。続く関屋記念は十着、京成杯オータムハンキャップは十一着に終わったが、 前年参戦を見送ったサマーマイルシリーズの王者に輝いた。その後は天皇賞9着、金社知賞5着に終わった。2014年以降は勝ちきれないレースが続き、2016年6月4日のナルオ記念12着を最後に現役を引退した。引退後、当初はノーザンホースパークで乗馬としてつなぎをされていたが、2017年夏より、 北海道石狩市のオーフルホースコミューンでつなぎをされている。フラガラフコ豪が競争場登録抹消日本中央競馬会2016年6月9日閲覧。ありがとうございます。